マブラブオルタネイティブ。前回の続きからプレイしていきましょう。すべてが終わった後からですね。初めてこの世界に来た時、俺はこんな狂った世界は認めたくないって思った。こんな世界に生きる人たちがかわいそうだって思ったこともあった。そして俺は、この世界はみんなを救おうとしたけど、結局みんなに救われていた。そんな当たり前のことを戦いの中で見失っちまってたんだ。世界の最後を見たからって、一人で成長した気になって、見失っちまってたんだ。ありがとう。おかげで俺はやっと一人前っていうのがどういうもんなのか分かった気がする。俺はこの世界の人たちに教えられたことを。まだ消えてなかったみたいね。先生。ヤシロがここだって教えてくれたの。挨拶は済んだ？はい、終わりました。そう。じゃあ、もうこの世界に思い残すことはないよね。そうですね。まだ地球にも月にも、そして火星にもベータはいる。そしてこの世界の宇宙には想像を絶する数の廃部が存在してるんだ。まあないって言えば嘘になりますけど。なのにそれが分かっていながら俺は先生に吠え面書かせられなかったことくらいですかね。向こうの世界の優子先生に約束したんですよ。それは残念だったわね。すげえ残念ですよ。まあとにかくお帰りなさい。よくやってくれたわ。何ですかいきなり。あんたが帰還してから顔を合わせてなかったでしょ。悪かったわね。バタバタしてきた。何言ってんですか。作戦直後に顔を見に来たことなんて今までだって一度もなかったじゃないですか。あら、そうだった？はい。これって先生なりに別れを惜しんでくれてるのか。それでわざわざ顔を見に来てくれた。まさかな。いくらなんでもそこまではないだろう。レポート読んだわ。あの量、いろいろあったのに、悪かったわね。いえ、別に。この世界のために役立つことは、できる限りやっておきたかったんで。それこそ、いつ消えちまうかわかりませんからね。それでも、この場所に来る時間が残されていて本当によかった。ここは、俺にとってこの世界での故郷みたいな場所だったからな。そうね。じゃあ、急ぎましょうか。急ぐって何をですか？はい、これ。え？使うわよね。これはあの時の拳銃。あんたはもう因果動態じゃない。ここで私を殺しても別の世界の私が死ぬことはないわ。あの時撃たなかったのはそういう理由もあったんでしょうけどね。なるほど。そう言われればそうか。あの時はスミカのことばっかりで、そこまで頭が回ってなかったな。それに、鏡が存在しない今回の転移は、それこそ本当の意味でこの世界から消滅するのよ。今度こそ、あんたがこの世界に存在したことを覚えている者は、一人もいなくなる。だから、姿を消したあんたが疑われて、この世界に悪名が残る心配もないわよ。それとも、あんたの質問に答えてからにしましょうか。あ、飛ばしちゃった。泣き言や恨み言は最後にするって言ってたわよね。今がその最後なのよ。気持ちだけ受け取っておきます。何よ。このためにわざわざ時間割いてここまで来たのよ。すいませんね、無駄足で。先生はまだまだこの世界に必要な人間です。それに、人類のために戦って、これからも苦しみ続けるでしょうからね。なるほど。それでチャってこと。そんなことでいいなら、楽な取引だわ。幸い、その程度で苦しむほどやわじゃないしね。そうでした。確かに先生はやわじゃない。それに目的に対して厳格で冷酷だ。だけどそれが本性じゃない。そんな人間だったら、あの時泥酔するまで酒を飲んで泣きわめいたりしない。タイを安心させるために姉妹の安否なんて調べさせない。死にゆく住処をいたわって、俺と二人きりになる時間なんて作らない。先生は道を示す者が負うべき重責を真っ向から受け止めて、自分の手を汚すことから逃げていないんだ。そしてそのことを自分の中だけに留めて、決して弱音を漏らさないんだ。先生？私は教え子を持った覚えないわよ。確かに俺は先生の教え子じゃない。だけど俺はこの人がいたから、ここまで来ることができたんだ。ありがとうございました。あなたは俺の人生にとって、本当の意味での先生でした。どうしたの？やっぱり打ちたくなってきた？先生、俺は自分で決めて自分のために戦ったんですよ。結果を全て自分で背負います。先生のせいにして被害者面する気なんてないですから。そんなことをしても何もごまかせないって嫌というほど思い知らされてきましたからね。そう。まあいいわ。気が変わったらいつでも言いなさい。変わらないから大丈夫です。はいはい、分かったわよ。じゃあ、泣き言も言わないっていうのね。そんな後ろ向きなことはもう言いませんよ。へえ。先生に聞きたいことや確かめたいことなんて正直いくらでもある。でももう、それをいちいち確かめることに意味なんてない。この世界に携われ、聞けば答えが出てくる話なんて、今の俺にはもう、何の価値もないんだ。じゃあ、そうね。前向きな話でもしましょうか。前向きな話ですか？特に何ってわけじゃないわ。あんたが消えてなくなるまでの暇つぶしみたいなものよ。消えてなくなるか。じゃあ、先生お得意の推測ってやつを聞かせてくださいよ。推測？何の？俺が戻る世界って一体どんな世界になるんでしょうね。さあ、はっきりしたことなんて私にもわからないわ。まあそうですよね。ただ、こっちから干渉して向こうで発生した事象が消滅することだけが確かね。たけるちゃんのムキムキ具合とかってどうなんだろう。そして、あんたが戻されるのが元の世界の10月22日ということも。じゃあ少なくともマリモちゃんやスミカに起きたことは。安心しなさい。あんたが関わった結果なら当然再構成されるわよ。そうですか。同じように元の世界から分岐した白金が鏡以外と結ばれた世界も再構築の対象になるはずね。え？間接的にであれ鏡の思念があんたの構成要素を抽出するために干渉しているからね。そうか。結局そんな世界まで再構成に巻き込んじまうのか。まあ、どのみち、起点となる10月22日が再構成される以上、そこから分岐する世界も変わる運命だけど。その上で、元の世界の再構築に必ず大きく影響するのは、この世界の鏡の思念。住処の思念かですか？あんたの転移現象に関わる全ての原因だからね。なるほど。あんたと鏡が関わった一連の転移現象から、世界のあり方には、人の意志が大きく影響することが確認できたわ。これは、因果律量子論で予見されていた現象なのよ。いろいろ理屈をこねた割に、ことあるごとに、意志を強く持てとか言ってたのは、そういうことだったんですね。そして、世界に意志を投影する力は、誰にでもある普遍的なものではなく、非常に特殊な資質なの。それを持っているのが002と候補者。そうよ。平行世界から漏れ出す因果情報を受け取るには、意志というレセプターが必要なの。因果情報のやり取りやプロジェクションと全く同じ。受け皿のないところに情報は来ないのよ。そうか。もともと鏡は、その資質が飛び抜けて高かったんでしょうね。だからこそ、脳髄にされた何百人の中で、唯一生き残れたのかもしれないよ。スミカ。その鏡の強靭な思念が反映されて再構築された世界に、あんたは帰るのよ。はい。あんたにとって、都合の悪い世界であるはずがないと思うけど。それもそうか。そう、だといいんですけどね。とにかくマリモちゃんとスミカに起きたことが解消されるなら、それだけでいい。たとえ俺が忘れられたままの世界であっても、その願いが叶うなら十分だ。そしてこの世界に生きる人たちに未来が残されたならそれでいい。俺はまだマシなんだ。昨日までの戦いが何に繋がるかを知っていたから。少なくとも俺はこの世界の戦いの果てに何があるのかを知っていたから。でもみんなは何も知らずに人類の勝利の可能性だけを信じて、何も聞かずに何も知らないままあいつらは戦っていた。それでもあいつらは自分の道を自分で切り開いて進んでいったんだ。そして自分の命を絶ち、その代償に勝ち取った未来と可能性をこの世界に生きる人たちに差し出したんだ。なあ、俺だ。今ここで俺が涙を流したら、あいつらの思いを踏みにじることになっちまう。先生。何？あいつらが命かけて守ったこの世界は、ベータとの戦いは、この先どうなると思いますか？やっぱり、そこは気になるのね。すいません。感覚的にはもう、この世界の人間なもんで。聞いたからどうだってことじゃないんですけど。多分、しばらくは安心してくれていいんじゃない？え？あんたたちが残してくれたもの。理論や数式、エクセム3。生還することで、あんたが持ち帰った亜合標的のリーディングレコーダー。これだけでも、人類は少なくとも、あと30年、大丈夫よ。30年ですか？不満？あと10年以内に確実に滅亡って状況だったのに、貴重な時間を20年も稼いだんだから、大したもの。分かってますよ。逆にそんなにあるんだって驚いたんですよ。火星圏までのベータを駆逐するのに、どうやってもあと20年はかかるはず。そこから先に何年上乗せできるか、もしくはできないのかは、私たち次第。そうですね。この宇宙はベータで満たされているようなもんですから。そうね。でもそれ以上に大きな未解決の問題があるわ。え？それまでに人類が相国や利害関係をどれだけ克服できているのか。先の20年、いえ未来そのものが人類に残されるのかは、そこにかかっているのよ。人類の敵は人類じゃないけど、それに近いもんってことか。あんたのおかげでベータとのコミュニケーションが不可能ではないことが証明されたわ。知的生命体が背後にいるとなれば講和の可能性だってある。だから相応の研究は継続されるけど、それは軍事利用前提での話。相互理解だなんだは直面する脅威を排除してからになるわ。和平するにしろ、継戦を選ぶにしろ、権利を盾に自分勝手なことを考えるバカは必ず出てくる。そうなれば今まで通り、人類は内輪で戦いながら、ベータに対処しなければならない。ベータとのコミュニケーション以前に、人間同士の相互理解が必要なのよ。それこそが、人類生存の鍵を握っているわ。難しいな。そうだな。それはこの世界に限った話じゃない。どの世界にいても同じことだ。知らなかったじゃ済まないんだ。失って初めてその価値が分かるんじゃ遅いんだ。一時の流行でやった気になったんじゃ意味がないんだ。喉元過ぎて痛みを忘れたらおしまいなんだ。でも人類は、人間はそれを繰り返している。こんなにも生きることに真剣な世界の人たちでさえ。先生。何？俺たちがやったことって、みんなが命と引き換えに手に入れたものって、ちゃんと意味、ありますよね。当たり前でしょ。あんたたちは間違いなくこの世界を救ったのよ。先生。たとえ誰一人知ることがなかったとしても、その事実は絶対に変わらない。たとえ誰一人あんたたちに感謝しなかったとしても、人類に未来を残してくれたあんたたちに、私は感謝するわ。ありがとう、白金。あんたはこの世界の救世主よ。先生、ありがとうございます。じゃあ、救世主を生んだ先生は聖母みたいなもんですね。やめてよ、そういう。今回は聖母になれたんだな。何よ。お絵面は無理でしたけど、先生に今の顔をさせただけでもよしとします。じゃあこれで心置きなく消滅できるってわけね。どうやら時間が来たようね。あとはよろしくお願いします。さようなら、ガキ臭い救世主さん。かすみ、先生を助けてあげてくれ。はい。みんなのこと誇らしく語ってやってくれ。頼むぞ。はい。よし。私、平和になったら必ず海を見に行きます。ああ、思い出いっぱい作れ。私、あなたがどこの世界にいてもずっと見ています。私はあなたを絶対に忘れません。忘れないよ。絶対に、絶対に忘れないんだから。かすみ、お前、これがすみかさんの気持ちなのか自分の気持ちなのかわかりません。でも私はあなたが好きでした。え？そうか。ありがとう、かすみ。またね。バイバイじゃないんだな。ああ、またな。ファイナルエピソード、マブラブ。ここで一旦区切ろうか。帰ってきたんだな。それではご視聴いただきましてありがとうございました。良ければ次回もよろしくお願いいたします。